ゆるしみチャンネルのゆるしみです。フェルマーの料理第5話、母の店は奪われた、時代を変える一皿を作り出せ。前回に引き続き今回もランナ会でした。そして今回の料理はフレンチトースト。私よく作るんですが、作り方の工程を見たら全然思ってた作り方と違ったので作ってみたくなりました。その第5話を紹介します。ランナは会に母の店を返してと詰め寄り、会が決定的に欠けてることがあると突き放し、店に来なくていい、出てけと言い、シェフたちにも慣れ合いになるな、頂点を目指すなら自分自身の成長が全てだと喝を入れる。ガクはそれでもランナを取り戻すべく、ランナの母に会いに行きます。そんな中、大門理事長が淡島と渋谷に会いに行き、淡島が書いたとされる資料を見せ、朝倉海はもうシェフではいられないと言っています。つまりドラマラストの方で大門が海の秘密を握ってると言っていることにつながる内容が書かれているということ。淡島が医者であれば海の味覚障害の診断書とかでしょうか。なんなの子羊のローストを真似て作ったのを海が食べてるシーンがありましたが、一口食べた後悔しがり涙を流していました。それはつまり味が分かってないんだと思います。最後シェフ補定から味の確認をお願いされ、味見をする会にランナが異変を感じていました。やはりそれがバレるのが怖くてレストラン経営を会は去ったんでしょうか。そういう流れだとちょっと辛い展開になりそうですね。サイモン理事は経営の買収を目論み、ランナまでも手中に収めようと近寄ります。ランナの母さくらは現在日本語フランス語の翻訳サービスという仕事をしているようですね。料理人じゃなくなった母にもう一度料理をしてほしいランナ。サイモン理事に K を買収し、一緒にお母さんの仇を取りましょうと雇用契約書にサインするよう勧められますが、実はサイモンは数年前母の店に立ち退き話を持ちかけ、断られた腹いせにメディアを通じて店の批判をし、店に人が来なくなったことでさくらは体と心を壊してしまったということが本人の口から語られました。会の買収でそうなったんじゃなかったんですね。それ以上に会はランナの料理に惚れ、憎まれても自分の店で一流に育てるとまで言った会を母さくらは託してみようと決めました。ここで母の心配の大きな原因が女性シェフだからと客に罵られたり傷つけられないかということでした。女性のシェフは男性に比べ少ない統計が出ていますが、その理由がドラマでも少し触れていた一番大きな理由として、女性は子供を産むために生理があり、そのため味覚の変化が男性に比べ大きいと言われています。メディカルフードサービス健康うちご飯より引用させていただきました。出産の時など味覚が変わるなんて聞いたことありますが、そういうことで女性シェフは少ないんですね。知らなかったです。今回の素敵だったセリフがランナの母さくらがランナに向けて言った。ランナが料理人を続けていればその間に価値観が変わる時代が来るかもしれない。時代が価値観を変える、時代が常識を変える。素敵なセリフですね。続けていればいつか時代が価値観や常識を変えて、女性シェフが男性シェフと同じくらい増えるのが当たり前になる日が来るってことですよね。会に経営戻るチャンスをお願いすると、次の日大門理事に料理を出せと言われたガクとランナ、2人が作り出した料理は時代が食文化を変えてきたもの。ガクのたどり着いた答えは数学的機能法でした。ランナも分かんないって言ってるように、私もいまいち分かりませんが、証明問題などを解くときに使われるらしいです。ガクが分かるように言ったのはドミノ倒しでした。ランナとガクが究極の一品を作るにあたって、 K のシェフたちも協力してくれました。ランナのシェフとしての腕前をみんなも認めているからってことですよね。今回2度も渋谷の書いたここをカードを見つめる会は孤独を感じるように見えたし、ガクがランナと店に来て5
これが僕の今やりたいことです、ランナーさんを一人にはしません、と言った後のカイが笑った後狂気な表情で何なんだとぼつり言います。自分の予想を超えた回答だったんでしょうか、それかガクにもここを求めているんでしょうか。究極の一品、子羊のローストと焼きナスと子羊のパンペルデュ、付け合わせがフレンチトーストという斬新なアイデア。ナスとミントって相性いいんですね。ジェノベーゼソースもいい香りだろうなと思います。ローストとパンペルデュの相乗効果でドミノ倒しの狙った額は時代まで考えてました。カイがランナーを呼んでこいということでランナーは欠けていた部分に気づかされます。私が作ったんだってちゃんと知ってもらう、女性が作ったと思われたくなくてお客の前に行かなかったランナーの成長でしたね。そしてついていきたい人はカイだとはっきり言います。カイからこれからは一人の料理人として K で働けとお許しをもらい、素敵な言葉ももらいましたね。みんなの喜びが伝わってきてこちらまで笑顔になりました。笑顔になったといえばガクの父イサオがやってきてフレンチトーストを食べに行ったシーンはほっこりして面白いシーンでしたよね。孫六、神楽、あゆの面白いメンツ、ガクパパの本当にどっちも友達か、今はまだ友達とか、友達だと思ってたのは僕だけだったのかとか、そういう展開ないのかって言い方が可愛くて面白かったです。女子2人に大事な友達だよって言っちゃうガクの鈍感ぶりは健在で、あゆが神楽にバチバチだし、孫六はモテたそうにしてるし、神楽をもったいぶって仲間っていうとこ、ガクと同じ鈍感っぽいですよね。5話ラストでガクがランナの作った焼きナスと子羊のパンペルデュを貝に作り、貝が群れるなよ、今お前がすべきことは俺と料理の真理の扉を開くこと、時間がないんだよ、もう二度と無駄なことに時間を使うな。そこからの2024年未来シーンでガクが、僕に不満があるならやめればいい、他の人たちも同じです、全員僕には必要ない、ランナが本当にそれでいいの、全員を見捨てるの、カイみたいに、カイはみんなを見捨てたってことですね。ガクが、目の前に扉があるんです、もうすぐ開くはずなんだ、その扉が開いたらどうなるのか、来週が気になって仕方ないです。その第6話のあらすじを紹介します。ガクは店のナンバー2であるスーシェフ布袋の有能さをウオミに話しながら、自分は布袋を超える料理人にならなければカイと2人で料理の道を極められないのだと今更ながら気づく。そんなある日、レストラン K が超高級ホテルのパーティー料理を監修することに。カイはその代表シェフを自分と布袋を除くコンペで決めるという。勝てばシェフの名を売る大きなチャンスだが、勝ち負けが嫌いなガクは気が重い。尊敬する布袋からの一言をヒントに驚愕の一品作りに挑むが、そんな中家に帰ってこないカイをスーパーで見かけ尾行したガクがたどり着いたところには、密会を重ねる渋谷と淡島の姿が。そしてやがて迎えたコンペ当日、競争嫌いなガクが作った料理は、とうとうガクが淡島と渋谷に会ってしまってますが、外でも裸、不審者すぎる。布袋の包丁さばきがすごかったですね。第6話も楽しみです。フェルマーの料理を見た感想をコメントしてくれると嬉しいです。フェルマーの料理第6話は11月24日金曜夜10時 TBS にて放送。もう一度ドラマを見たい方はTVer、Netflix、Unext などでご視聴ください。ショート動画も作っているので、よかったら一緒に見てくれると嬉しいです。最後までご視聴してくださり、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ゆるしゅみでした。